くなっちゃしたってね、ブラスするから気持ちいい。この催しは小学生がさまざまな仕事を体験する物部お仕事体験博の一環として開催されました。今日は野市動物公園で小学1年生から3年生の親子15組が掃除や餌やりなど飼育員の仕事を体験しました。このうちマンドリルの餌やりを担当したグループは、父親が目の前で食事をしていると他の個体が遠慮するため餌は散りばめておくことなどを教わりました。子どもたちは自分たちが置いた餌を食べる様子をじっくりと観察していました。物部お仕事体験博では来月9日に南国市で薬剤師の仕事を体験できるイベントを開催する予定で、今日まで応募を受け付けています。